昨日初の女性都知事となりますこの結果をどう受け止めていますか小池さん共同インタビューです女性初の都知事ですこの結果をどう受け止めていますかあの女性という切り口もあったでしょうけれども私は一番私に対しましての新しい都政に対する期待をいただけたのではないだろうかと思いますまたあの女性という観点で言えば女性政策 まあ、待機児童の問題などその典型的な例でございますけれども女性政策はこれまでもあの何度もうわれてきたものの実際にはなかなか進んでこなかった私はその女性政策を真ん前に引き出すことによって女性も男性も輝けるそんな東京にしていきたいということをずっと訴えてまいりましたその結果あの私の街頭演説にもですねあの本当に女性の方々が多く あのご参加いただきまたベビーバギーをーしながらですねあの 来られたママさんたちも、本当たたくさんいいらっしゃいましゃまその意味でも女性政策をしっかり進めることがこの東京にとってもです、ね、より実りのある、そして幸せ感あふれる東京になるのではとこのように思っておりますしこの多くの皆様女性の皆様方がご支援いただいたということはです、ね、私はそれに責任を持ってあの待機児童であるとか介護の問題もそうでございます。 ライフワークバランスこれなどもですね責任を持って進めなければならないと改めて思ったところでございます自民党からの推薦を受けずに戦った選挙戦都議会との対決性も強調しました新都知事として今後都議会とどのような姿勢で向き合いますかありがとうございますあの。 私、知事として都民の皆様方から選ばれ、また議会も都民の方々に選ばれた方々であります。これからですね、しっかりと都民のために何をすべきなのか、そのことを最優先に考え、そしてまた都議会の方々ともしっかりと都民のためになる、そのような政策の実現、このために、 これからも連携を取らせていただきたいとこのように思っております、えー、ただ混乱というのではなくやはり都民を優先させれば都民ファーストで考えればおのずと答えが出てくるとこのように思っておりますのであ,あのお近々ご挨拶各会派も含めてご挨拶に伺わせていただきたいと考えております4年後に迫ったオリンピック開催費用の問題では新たな負担が発生するならばいい 根拠を明らかにすべきだと訴えていました国との協議を含めてどのように望みますか あのこれまでのさまざまな合意事項もあろうかと思いますが積算根拠を改めてお出しいただくことによって都民の負担をのあり方をもう一度都民の皆様方に明らかにしていくということを進めていきたいと思っておりますま私この東京の大改革宣言と謳っておりますけれどもその一番のポイントは情報公開になろうかと思いますやはり情報をオープンにしてそして都民の都民による都民のための都政を取り戻すため 1>, の1つ、このオリンピック・パラリンピックの予算負担については、1つの試金石になろうかと、このように思っております。そしてまた、ご質問いただいたあれで <laughs> 加えますと、私、もともとウエイトリフティング協会の会長をいたしております関係で、もう半年も前からリオの開会式、そしてオリンピック競技であります、ウェイトリフティングの。 試合の方にえ、三宅裕美さんや焼き金井さんを応援する予定にいたしておりました。まあ,あのしかしながら、このようにおかげさまで都知事に選んでいただきました。限りは？ 大変重要な時期でございますので、開会式へのリオのオリンピック,ピックですね、オリンピックの方には、この出張は見合わせたいと、このように思っております。時間も大変、大変迫っておりますので、数々の諸問題、早速取り組んでいきたいと、このように思っております。 都政は政治と金の問題で混乱して立て直しが急務です知事報酬の削減そして舛添前知事の問題追及も訴えていましたが信頼回復にどう取り組みますかまず一番大切なことは今週 公私混同ががこここれれれは許さなないととと番大事なことだと思っておりますそして、増添さんの問題につきましても一体何が問題であったのか検証する、そのような組織を作っていきたいと思っておりますしまた、これは検証するだけでなくてですねこれがまた起こらないためにはどうするべきなのかこの点にも重点を置いて検証していきたいとこのように思っております。 少子高齢化への対応ですが、特に保育・介護は施設整備とともに人材確保も課題です。当誘致の活用、そして処遇改善も訴えていましたが、具体的にどう取り組みますか。これはまず まさしく喫緊の課題であり、今回の選挙の皆様方の一番関心の高かったところだと思います、つまり生活そのものということでございます、そして女性の活躍と言いながら、それをサポートできるような環境にはない、その意味では待機児童とこの問題の解決 決というのは、まあ、あのなかなかゼロというのは難しいとはいたしましても私はぜひとも道筋を明確にし具体案として都が保有している公園そして有給地などにです、ね、あの保育施設の設置これができるかすぐに洗い出していきたいと思っております。 そしてまた待遇改善という点につきましては、これも私、選挙中からもお訴えしているんですけれども、都内には81万戸の空き家がございます。これらを活用してですね、イギリスのサッチャー政権でもなされた案でございますけれども、政策でございますけれども、この空き家をですね、もっとフルに活用することによって、直接的な待遇改善につなげるように、これは国、そして都、さらには、 子育ても介護もそれぞれ、えー、区,の区であると区市町村の役割が大ございますのでそれを都としてどのようにバックアップしていくのか現実、そして予算それらを総合的に考えながら進めてまいりたいと考えております市と東京の防災対策についてです特に被害の集中が予測される木造住宅の密集地の対策どう取り組んでいきますか。今 この私の選挙。 本部というのは豊島区にございますけれども、豊島区におきましてもですね、木造密集地域、これが各地に広がっております。阪神大震災を経験いたしました、私とすればですね、木造密集地域で、かつ道路が狭いといったところには、消防車も、それから救急車もたどり着けない、自衛隊の車もそうでございます。そういった意味で、既に長期ビジョンの中にも示してあります、木造 密集地域の,この再開発そ、そ,それから <coughs>、失礼しました、喉がガラガラで済みます <laughs>、そしてまた耐震化、不燃化、これをですね前倒しで進めるように、予算の付け替えなども含めてですね考えて進めていきたいと、このように思っております。首都直下型地震はあのいつ起こるかではなく、いつ起こってもおかしくないという状況でございますので、これまでの防衛大臣の経験なども踏まえてですね、 皆様方が安心安全で、そしてまた被害をですね最小限にとどめるようなそのような施策を進めてまいりたいと考えております。小池百合子さんでした。共同インタビュー終わります。あり,ますありがとうございました。以上をもちまして新都寺誕生の共同インタビュー終了させていただきます。